おはようございます。山天です。ってことで、おはようございます。さあさあさあ、ちょっと待ってねって言ったところでか。入ってますね。おはようございます。今日は令和5年4月の2日ですね。もう4月2日、エイプリルフールも終わりの、はい、聞こえてますか？ありがとうございます。おはようございます。ってことでね、まあまあラジオ感覚かな、まあ聞いていただけたらなと。あ、聞こえてますか？サトシさん サトシぐらいしかもういるやつがいなくなりましたが、おはようございます、サトシさん。ね、俺もある意味サトシなんですよね、会社では。ピカチュウが何匹かおるんで 会社に そうポケモントレーナーみたいなね。ってことでおはようございます。今日は本当日曜日でね、なんか天気がこっちはいい感じですけど、まあ東京の方どうなのかな、いいのかな。はい、昨日、東京から大田区から引っ越してきたって、急に某銀行のなんや、まあ国系の銀行かな。で、なんか急に左遷じゃないよね 東京から下がった、左遷かっつってめっちゃウケてたけど、いや左遷じゃないっすよとか言ってたけど、左遷やろとか思いつつ なんか急に引っ越しな、3日ぐらい前に言われて、昨日引っ越してきてみたいな、で家具買いに来ましたみたいな、来たよ東京の人が、びっくりした。ねえ、もう安っつって、買っていってはったんですけどね。なんか面白いわ、人生悲喜こもごもですね。でね、ちょっとその人の話をすると、27歳の男の子で、まあパッて見はちょっと言い方悪いけど普通の人 まあ別に、ディスってるわけじゃなくてね。じゃあ俺何が言いたいかって、その彼女がなんかね、なんか仕事何されてる、ちょっとかな、東京で仕事してて、もう佐賀に新婚さんでこっち来て、でももうテレワークで仕事する、なんかプログラムをしてるとか、なんかちょっとはっきり言わなかったんだけど、まあテレワークでできる仕事なんで、まあそれも、わ、すごいねと。まあ佐賀の田舎者にとってはさ、こうすごいっすねみたいな。それもすごかったんやけど、めちゃくちゃ美人やったの めちゃくちゃ美人なの。ね、俺もその男の子の方に、何してうまくいったんって聞いたら、あんま言うと怒られるかな。まあ大学の時の同級生って話で、大逆転して、逆転して取りましたよみたいな、大逆転勝利みたいなこと言った。まあ俺のパッてイメージ、大学のサークルが一緒で、で多分人気者の彼女で、全然遠くから見てて、多分全然付き合いもできなかったよ。他の男と付き合っとったよ。俺の勘でよ。全部勘。で、大学卒業して銀行勤めてるけど、こうなかなかね、うだつが上がらんって、怒られそうやけど、まあまあ、悶々とした日々を過ごしてて、ある日、同窓会みたいなんで再会して、実は、みたいなところからこう発展したみたいなね。5秒でそれぐらい思いついたけど、大逆転勝利っていう言葉の中にね、なんかもう、悲喜こもごもいろいろあるんやろな、みたいな。幸せそうやったな、いいなと思って。ね、佐賀に、まあ、左遷と思うんですけど。失礼なことばっかり言うんで、ね。まあ、今度配達行くんで、またそこら辺聞いとくかな。なんか可愛かったですね、二人ともね。まあ、そんな、お客さんと仲良くなって。あ、だから第2土曜日のね、花見においでよ、東京から来て寂しいやろうから、ちょっと来てよ、つって。酒でも飲もうぜ、つって。そうね。誘っときます、ってことで。はい。そんなこともありましたと。いや、まだいっぱいあるんやけど、もう言い出すときりないんで、もうお客さんネタいくらでもあるんやけど、さっきもちょっと言ったんですけど、外人に絡まれた話したいんやけど、昨日。母国からもう俺多分ヒットマン来るかなっていうぐらい、実はさっきは、なんか、やわーく言ってたんですけど、本当にマジでギスギスして、昨日はお客さんからむちゃくちゃ言われて、値段。某国の。もう、ゴルゴ13雇うぞって一瞬思ったけど、まあ、最後はね、
はい、喧嘩別れしたんですけども、まあでもなんとか頑張って俺も笑顔で、はい、頭を下げてね、はい、ちょっと紛争が起こらないぐらいにまで持って帰りましたけど、持って帰ってなんとか持ち直しましたけどね、はい、ということで、はい、じゃあそろそろX6 万8000円します。やっと来ました。昨日ね、店長が来てるよとか言うから、あ、そうなんやと思って久しぶりに、家に帰りまして、そうそうそう、来ました。めっちゃでかいのが来てました。こんなでかい。はい、ちょっと俺の住所こっちに入っているから、まあまあまあいいけど、別に見られてもいいんやけど、はい、68000Z ですね。ごめんなさい、キットって書いてるけどさ、キットってどういうこと。まあいいや。ってことで、ちょっと全然開けてないんで、ちょっと開けてみようかなと、はい、思います。ってことで、ちょっと、これちょっとどっかして、なんか、昨日からパソコン調子悪くて、壊れてるかもしれません。パソコン自体が。はい、ってことでね。はい、ちょっと開けていきます。全然映ってませんが。どこが開封式やねんというね。今、カッターで切ってます。ちょっとでかくて重くて持ちにくいんで、はい、切ってます。さあ、全く、なんかパソコンのちっこい版みたいなのが入ってますってぐらいしか知らないんですけど、なんで俺買ったかっていうと、そんなめっちゃ思い入れあるわけじゃなくて、店長が、組み立て式か、組み立て式なのかな、じゃーん。まあ、開きました、開きました。まあ、開きました。こんな感じで。はい。はい。まずなんか知らんけど、ノート入ってます。これなんかの説明書ですよね、おそらくね。なんかの。まあ、こんな風にこう、当時入ってたのか、よくわかんないですけど。はい、ドーン。どうでもいいですね。すいません。さあ、箱が見えてまいりました。皆様、俺の顔しか映ってません。おっと。おー、ちょっと待って。あ、重たい。結構ずっしり重たいですね、これ。よし、ちょっと動かして。はい、こんな感じで。68000。なんちゃらかんちゃらかんちゃらと書いておりますね。はい、ということでちょっと開けます。もう開けましょうか。返品しようかなと思ってたけど、もう俺別にそんなに開けんとく、開けた方がいいよね。開けます。返品しようかなと思ったけど、これ暮らしたんやろ俺。全然お金忘れたんやけどね。調子乗って買ってるんですけど、はい、こんな感じでいきます。オープンザ、いきますね。ウィンドウじゃない、ガーン。こんな感じで見えません。全く、なんだこれ。なんか入ってます、なんか入ってます。なんかキャッツアイから届くような、はい。で、どうもこれマウス、組み立て式じゃないみたいね。マウスが入ってますね。で、これが多分本体ですと、はい、と、わあ、もうこれ絶対綺麗に戻せんやつやん俺。キーボードですせと3つ入ってました。はい、キーボードいる、キーボードいる、開ける。もうぐっちゃぐちゃになってきたけど、キーボード、じゃあ開ける。キーボード開けます。あ、おはようございます。ついに来ましたか。来ましたよ。ちょっと開けたくないけど、ちょ、返品できへんなりそうやけど、返品そうそう、返品せんけど、ちょっと開かへんねんけど、ちょっと待って。ちょっとまずキーボード開けてみましょうね。うわ、普通？めっちゃ普通やねんけど、ちょっと待って。ちょっと何これ？なんかいっぱい入ってる。ちょっと開けたくない感じやわ。こんな感じ、ちょっと、片付かんなるけん。まあ、こんな感じに。なんか、普通のキーボード入ってんねんけど、なんか古い感じの、くっそ分厚い。まあまあ、キーボード面白くないんで置いといて、よいしょ。本体後で、マウスも見てもどうかなって感じか。マウス負けてますね。よいしょ。マウス開けます。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。キーボードでかいぞ。マジで。でかい。なんか普通のキーボードで、俺が今使ってるやつの、うわ、でかっ！ちょっと待って。何このマウス？一世代前ぐらいのマウスやで。見てってわからんか。マウスめちゃめちゃでかいよ、これ。だって俺今使ってるマウスこんなんやもん。え、これめちゃくちゃでかいんやけど。
でもカリカリついてる、これカリカリついてる、はい、カリカリはついてます。でっか、何これ、ちょマジでか。で、本体はめちゃ軽いんやけど本体めちゃ軽いんやけど大丈夫かこれ。え、何これ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、開けるね、せっかくここまで来て開けんと嘘でしょ。開けまーす本体。さあどんな感じなんでしょう、いきます。あ、なんか落ちた。あ、なんかシールが出てきました。シールめっちゃ入ってます。静的な X68000 好きにはたまらないんでしょうか、よくわかんないですけど、ありがとうございます。テープドーン。なにちょっと待って、ちょっと待って、なんかなにこれ、フロッピーディスク風な、なにこれ、なんかフロッピーディスク風な、なんかよくわかんないけど、あ、これゲームだ。あ、ちゃう、グラディウスって書いてるのかな。あ、グラディウスって書いてる。なんかゲームの名前、え、ゲームって3本しか入ってないの。え、うっそ、100本ぐらい入ってると思った俺、うっそ、え、3本だけのために買ったの俺。え、ちょっと待って、本体来ました、本体。めっちゃクソ軽いけど、今度一転してクソ軽いじゃーん、あ、かわいい、かわいい、かわいいんやけど、かわいいんやけど、え、え、まあ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 、かわいいですね。本物ね、一時置いて、あ、ここ、ほら、こうなるで。取って出る、取って出る、ほら。取って出るわ。ここほら、押したら。本物もこんな感じだね。店長の置いてるから。かわいい、かわいい。ソフト3本しか入ってないぞ。ちょ、ガチやぞ。こんな感じ、こんな感じ。かわいいよ。かわいいけど、裏はこんな感じで、なんか USB ポート4つ、HDMI、これなんだろう、なんかついてる、なんかついてる。で、ここになんか拡張みたいなのがついてるけど、ちょっとはっきりわかんないです。とりあえず、ソフトが、ぶっちゃけ、3本しかない。これ、ランダムなの？グラディウスと、これ何これ、超なんとかって書いてる。システムディスクってゲームでもなさそうなのが入ってるよ。ってことで、多分、あとは、あとコード類ですね。コード類が入ってますせと。コード類、なんか謎のコード類が、あ、入ってますせ。多分、キーボードにつなぐんじゃないかな。ってことで、まあ一応、はい、これでいくらしたんでしょう。多分、ソラパパ GT。え、何？多分ソフトは飾り。ちょうどこの色のモニターあります。かわいい。あー、店長来た。ソラパパ GT や。ソラパパ GT が買うって言うから買ったやつです。買いましょうとか言われたから買ったんですけど。まあでも、まあまあ、はい。もう、藤本店長に言われたら俺はもう、ノーって言えない男なんで。はい。でも全然後悔しません。ここモテるしね。韓国の人からなんか来てるけど、なんて書いてもよくわからん。ソフトはダウンロード。マジで？どの人ダウンロードするのこれ。ガチで。はい。ということでね。はい。はい。ということで、手に入りましたよ、皆さん。ぜひ、この24時間遊びましょう。ね。何が入ってるんだろう。何？ダウンロードって何？ダウンロード代取られるの？もしかして。ちょっとこれ説明するとは飽きますね。説明書に。はい。ズイって書いてある。ズイって。めっちゃ分厚いよ、これ。これ分厚い説明書。いきますよ。ノートかいマジかい、挨拶です。あ、カムサムニだから。アニハセヨか。はい、ありがとうございます。韓国の方、ありがとうございます。はい、僕、韓国友達、まあまあいますんで、韓国の人は、はい、大好きですよ。はい、大丈夫ですよ。はい、ということで、X68000Z の、なんと、ノートが入ってました、皆さん。ノートが入ってました。ありがとうございます。使いにくいノートが入ってました。はい。なんかシールも入ってました。シールなんかふやけてます。ふやーってなってます。はい。ふやーってなってます。はい。説明書なんか古い、なんか昔っぽい感じのね。はい。なんか説明書もなんか古い感じの、な
昔こんな感じだったですよね。なんかね、イメージね。多分そんなの再現してるんじゃないかなってことで。おー、グッドってことで。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと店長これやりに来てやー、設定。設定しに来てやー、なんかわけわからんの飛び出してるけど大丈夫これ。なんかもう。大丈夫か。はい、ということでね。はい、もう俺の顔はもうそろそろ戻して。まあそんな感じでね。はい、店長がやってくれるやろうってことで買ったんで、俺も。めっちゃ軽いんやけど、それより。ガチで。本体めちゃ重かったのに、何まあまあ、だいたい家具もそうやけど、重たい方がだいたい高いもんね。土曜日やりましょう。うん、土曜日やりましょう。かっこいいです。かっこいいね。この入れ物ね。なかなかいい感じですね。はい。ってことでね。いや、新しい、なんか、できまして、嬉しいです、これは。はい。嬉しいです。ってことでね。説明書読めばいいのでは。そう、読みたくないね、俺。もう絶対読まないんですよ、俺。皆さん、ゲーム買って説明書読みます？俺、読んだことほとんどない、マジで。もう読まずに始めるタイプの人っておるでしょ？周りで。俺は絶対読まないですね。もうポリシーと言っておきます、それは。完全に。読まないですね。なんか、読んだところで、みたいな。だからいつもわかんなくなるんですよね。あ、こんなシステムあったんや、みたいな。途中で気づく、みたいなね。そんな感じで、人生来てますんで。はい。もうバラバラなってるんで、もう多分なくすよ、これ。見とってん。あっちこっち置いてもたけん。ってことでね、今日はこんな感じで。さあ、なんかありました？皆さん、面白い話。パネポン大会一応しますよ。もうみんなが難しいと言うから、俺も泣いとるもん、完全に。パネポン大会。一応、準備はしてます。はい、準備します。パネポン大会します。ぜひよかったらね、来てください。ってことでね。はい。ストリートファイター6、海外意識か、みたいなね。なんかあったんかな。おー、ストリートファイター、早く出てほしいね。楽しみね。ストリートファイター、俺頑張ろうと思ってます。はい。あと何かありました？中古物件。古い壁紙を外したらどうなったんですか？なんか出てきましたよ、みたいな。何？答えがわからん。昨日 GTR の人見つかったんかな？ GTR 盗まれましたで、みたいな人見つかったんかな？マジで。それがめっちゃ気になってるんやけど、俺。そう。GTR のね、3人盗まれました、みたいな人って。イギリスのある中古物件を書いたら壁一面にディズニー書いてましたでーやって。ディズニー書いてましたでーみたいな。いいやん、これ。はい。ちょっと待って。はい。ちょっとこれめっちゃ気になるけど、全然これ、エロ動画見てたら、もうエロ動画までいかへんみたいなやつでしょ、これ。エロ動画の、なんかクリックしたら、ここクリックってしたら全然違うとこ飛ばされてさ、もうあの気持ち今。わかるでしょみんな、男なら。わかるでしょ、なんやねん、結局。これだし映ってないんかい。なんやねん。はい。スト6、あと4ヶ月もあんの？ 4 ヶ月後 ?6 月やろ？あと2ヶ月でしょ？何を言ってるんだ、メガネ君。何を言ってるんだ。大丈夫か？時間合ってないぞ、時間軸。あと2ヶ月。4月やで、今。4月2日やけん、あと2ヶ月やね。エロに関してはもうね、皆さん大好きだと思うんで、なんかここ見た方がいいよっていうエロサイトあったらぜひね、教えていただければ、はい、真剣に見ようと思ってますんで。ってことと、何ドッグフード、ペットフードを食べる動向を、どうのこうのってことで、筋肉増強でペットフードを食べちゃったって、間違えた、2ヶ月やろ、2ヶ月ともすぐやで。俺でも間違って食べたことあるし、ドッグフード食べたことあります。美味しいんかなと思って、食べたらくっそまずかったです。くっそまずかったです。ペディグリーチャムも食ったことあるけど、もう吐きそうになりました。で、この間、いつもリクに、こんな長い国産の牛肉のなんちゃらスティックってあるじゃないですか。いつもご飯、俺ご飯食べながらやる、ご飯食べながらやってるんですよね。ご飯やれんから、そのスティックを。だいぶ前けど間違って食べました。それは食えた。まずかったけど、あれと思ったら、それ食っとったみたいなね。はい。人間食えます、全然。全然食えます。だから、コオロギが今なんか、
なんか話題になってますけど、食べれると思いますよ、コオロギぐらい。でも俺は食べたくないですね、コオロギは。うん、はい、ということで、はい、どうでもいいんですけど、ゼルダの、可愛すぎてしまう、ゼルダの、姫が可愛いっていうことですね。これ俺なんかスイッチ版買ったな、ゼルダのなんちゃら姫のなんちゃらっていうのは買ったけどやってないな。はい、サムライ道とかいうゲーム、1から4まで、俺1やりました。はい、1やりましたよってことで。ちょっとごめん、もうちょっとなんか喋ってても今の X68000 疲れてもた。疲れてもた。あ、これしたい、最後、ちょっとこれだけ。ドラゴンクエスト、一つだけ呪文を習得するならどれが欲しい？はい、ルーラでしょ、これは。ルーラ欲しいです、俺。ラリホー、ラリホー眠らせるやつ、ルーラでしょ。ギガテインなんか、ギガディーンか、もらったっちゃな。もう、あれやろ、世界破滅させてしまうでしょ。ルーラやろ、どう考えても。ホイミもええか。ベホマ、怪我せんで疲労回復するな。バイキルト、メガンテ、とりあえず、ベホマズ。ベホマズに一番使うよな。メガンテって世界破滅させるやつじゃないの。何が起こるかわからないパルプンテか。パルプンテも嫌やな。パルプンテ嫌やな。パルプンテ嫌やな。メラぐらいやったらええかな。メラぐらいやったらちょっとテレビ出れるぐらい。テレビ出れるよな、絶対。メラとか。レムオルって何やろか。レムオルって何だろう。ラリホー眠らせる。ラリホーよく、ちょっと犯罪に使おうとしてるやろ。常に使おうと。なるほどね。そうやな。仕事で使えるな。仕事でめっちゃ使えるやん。ねえ。ちょっと待って。今の、これ何やろ。それだけめっちゃ気になる。リネミとはわかるけど、洞窟から出るやつやろ。レムオルって何？レムオル。レムオル。大魔王のメラね。オッケーオッケー。レム？なんて？レム何やったっけ？レムムとか。レムムトって何？何の呪文？マジわからん。レムムト。呪文。ちょっと待って。これだけ知ってろ。もうやめる、今日は。呪文。レムムト。レムムト。出てこんけど。ちょっと待って。出てこんよ。で、ドラクエの、あ、レムオールやで、ごめん。レムオール、レムオール。レムオール。呪文。レムオールってなんだろう。全くわからん。レムオルとは、あ、ドラクエ3でそんなあった？レムオルって。知ってる？透明になる。そんなあったっけ？透明になるけど、あ、俺もレムオル欲しい。レムオルがええわ。レムオル一択やったらごめんなさい。レムオルでいいです、俺も。透明になる、いいな。はい。透明になると思い出したけど、昔ほら、何だっけ、レプリーが出るやつ何だっけ。X ファイルで透明人間になる話めっちゃ面白かったよ。そう、惹かれて死ぬみたいな話だったと思う、確か。うん。はい、ということでね。レムオル覚えました。ありがとうございます。ということで、今日はこんな感じで。あとなんかあったかな？ Amazon どうのこうの、スーパーファミコン発売された日ってことでね。はい。Nintendo、結局、e ショップが1位やったそうです。全然買えませんでしたよ、山田店長。結局、1ミリも1本も買えずに。終わりましたってことで、はい、今日はこんな感じで、はい、これ買いました、ありがとうございました。はい、絶対設定しに来てください。ありがとうございました、失礼します。